ライドネス、今日もやっていくんですけど、今日はね、ガチ BO3 シリーズやっていきたいと思います。ってことで、やっていくんですけど、今日はね、世界一のね、あの方にね、来ていただいてます。ということでね、シロさんなんですけど、今ね、話題沸騰中のね、30歳でね、世界一になった方なんですけど、ミカンさんとね、ラットがね、多分紹介して、動画とかにね、上げてたと思うんですけど、その方とね、今日は俺は、解説とかではなく、BO3 をね、していこうかなと思います。ってことでね、早速やっていきたいと思います。BO3 でお願いしますと。はい。で、とりあえず、俺は出すデッキね、ちょっと迷ってるんですけど、まあ、三重士がね、得意な方なんで、ちゃんとね、メタルナに絶対に負けるんですよ。もう、グロ1ですからね、世界一、三重士で世界一に行ってる人なんで、絶対三重士には勝てるデッキで行くことは大前提ですね。はい。で、まあ、ババゴヤスキャラとかも悪なしと。まあ、ただね、個人的にボムタワーとかをね、入れたいと思ってるので、まあ、これ、この形もありかなと思いつつね、難しいですね、と。はい。なんですけど、とりあえず俺、遅延スキャラかな、安牌。遅延スキャラでね、相手がどういうデッキをね、使うかね、ちょっとね、探しながらやりたいと思います。ってことでいきます。はい。で、相手はね、シロさんですね。ある程度、三重士をね、メタられることも予測してるんですよ。で、ここで二つのパターンがあって、メタられると分かってても三重士を出すパターンは、別にメタられても、マジで別に、俺勝てっから。って感じのヤンキースタイルの方もいるんですよ。お、ザップということは、ということは？お、三重士か。まさかの。なるほど。お、これは予想外ですね。うおー、予想外、これは予想外だわ。俺一発目はあれだと思ったんですけどね。やべ、ちょっと手札がイカレピーボーですね。これはただスキャラ結構ね、打たれるとしんどいので打っていきます。はい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 。いや、うまい。ただこの受けはうまい。そうね、結構ね、ベビドラスキャラになるものがね、しんどいんですよ、やっぱり。うわー、ただ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 言うて結構ですね。ここは受けるか迷いますが、まあ、ナイトもあるんでね、一旦受けていきます。あ、受けていきますじゃない。これでね、そう。で、なんでナイトがなかったらね、良くないかっていうところなんですけど、はい。よいしょ。ダイスウィズでね、抑えないと、これは結構ダメージが入ってしまうのでね。はい。で、ここはね、ワンチャンマジャチャ貫いてくるので、来た瞬間、ベビドラでぶち込みたいと思います。来ないですね。はい。で、ここは多分トルネを展開した後なので、三重士とかが来やすいのかな。まあ、ここら辺で多分ユニット1体引き出すのかな。なんで俺はここで三重士、いや、三重士が来ても大丈夫なようにないとかな。ここは。よいしょ。ふん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 と。いう感じですね。はい。でもここはポイズンですね、とりあえず。で、左側何もつけてこなかったら許容しようかなと思います。まあ、これは。よいしょ。はい、こんな感じで、とりあえずベビドラスキャラかな。でも刺さりがいいのはベビドラスキャラ。アイゴレをね、溶かすカードがないので、よいしょ。はい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 。結構ベビドラスキャラがね、しんどいんじゃないかなと思いますね。こっちだな。ハイスイーズだな。とこいつで押さえていき、はいはいはい、なるほど。まあ、もう一発ね、スキャラぶち込んでいき、よいしょ。こっちはボムタワーでって感じですね。これは若干やぶいので、よいしょ。これでポイズン打っていきます。よいしょ。まあ、タルババだけでね、許容して、許容が大事ですね、このゲーム。よいしょ。はい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 。なるほどと。まあ、とりあえず、マジアチワンチャンあるんで、ここら辺にベビドラをね、配置してあげて、スキャラかな。やい。いきます。まあ、さすがにこれは勝てる。ですよね。危なかい、危ない、危ない、危ない。びっくりした、びっくりした。これ守られてたら終わってましたね。グッドゲームと。いう感じで、とりあえずね、1本目、取りました。はい。で、ここでなんですよ。ここでも2パターンありまして、やっぱりこのね、尖ってるプレイヤーっていうのは、その、
連投というか、まあ三重詞がでもめちゃくちゃうまいんですよ、この方は本当に。だからまあ俺はね、まずメタルデッキを出すっていうことが前提で、しかも相手はメタられてることが分かってるんですね、ここで。なんでここで何を出すのかっていうのがね、2戦目1戦目は言うてデッキ出すのは簡単なんですよ。そう、ただ単純にやればいいんで。ただ2戦目はね、どうしよっかなって感じですね。バルキリー、あ、バルキリーのやつにしよう。バルキリーのアーチャーの、バルキリーアーチャーの、インドラ、これ、バルキリーアーチャーインドラのスケラが確かね、結構強かったと思うんですよね。ロケット砲士とかも入れたいですね。個人的には、あんま矢の雨とか積んでこないような気もするので、インドラ、インドラ、いや、次空系で来る、どう、何で来るんだろう。次何で来るか分かんないですね。インドラが腐りそうな気がしますが、いや、ベビドラにすべきか、ここは。いや、テンプレでいこう。大事ですね、テンプレでいく心。よし、いきます。よいしょ、よろしくと。で、とりあえずババ小屋を置きたいですが、シロさんがね、何を使ってくるか。ザップ、おお、ここは連投、連投か。なるほど、ここは連投パティーンかな、連投パティーンっぽいですね。なのでここは一旦ババ小屋出していきます。おー、連投か。これは予想外だ。マジか。そう来るか。まあ、一応ね、これ、テンプレのナイトの枠をバルキリーにしてるので、若干三重詞受けには強くなってるはずですが、おー、結構来た。早い、早い、早い。どうしようかな、これ。まあ、とりあえずアーチャーセッパーで様子を見ますか。で、まあ、ここは別に、行かれちゃってもいいんで、こっちだな。うん、マジアチがめんどくさい。ので、よいしょ。OK。はい、って感じで、いやー、頼む頼む、オッケーオッケー、頼む、出ろ出ろ出ろ、ババ出ろ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 で、おー、3体めっちゃ微妙、めっちゃ微妙。でもここダックプリとかで多分芝居、あ、これ待って、これいける。これはスケラにね、ダックプリの滝が行くので、このババがね、結構生きるのかなと思ったんだが、いやー、シャシャッとシャシャッと、最悪だ最悪だ最悪だ。うわー、これやばい。ロイフグとかつけられたらやばい。つけられるか。いや、でも10エリ相手は使っていた。なのでこっちにロイエレキを出して、オッケー。で、ここでタルバオとかを割くと、ユーノとかにね、やられやすくなるので、はい、そうですね。ユーノが、ユーノが入ってる、入ってる。やばい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 。まあ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 、落ち着け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 。プシー。落ち着くとね、プシューってなりますね。とりあえずここなんですよ。いや、難しい。インドラマジでいらんかった。なんで俺はインドラなんか入れたんだ、マジで。よいしょ。とりあえずですね、こっちはバルキリーで絶対的に抑えられるので、こっちに集中していきたいですね。マジアチャとか重ねてきたら速攻で打ちたい。よいしょ。もうこれポイズン打っていきたいですね。マジアチャがとにかく打ってほしいので、で、これ1体ね、マジあぶれるんですよ。これがよくね、しかも、これ多分ね、スケラ合わせられるんですね。スケラじゃない、そう、三重詞。いやー、いってえな、これ。どうしようか、これ。これやっべ。これ普通にやべえですね。あ、ただ次、バルキリ回ってくるので、ここだな。ここ右側、ロイホグ行かれるとして、むずっ。やべえ、パラダイス始まってる。パラダイスが始まってるよ。あぶね。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。やっべ、パラダイスがマジで始まっちゃってる。あー、やばい、これ終わる、終わったやつだ。終わったやつですね、これ。やだなー。やだな、やだな、やだな。これで、あれなんですよね。こっちはおとりで、多分右側に来るんですよ、これ。これにはわかる。はい、来た。オッケー、いいよ。今のところはいい。順調、順調、順調。どこが、どこがどこが順調なのか教えてほしいですけど。ここで三重詞が来ない、来ないことを信じる。信じまーす。インドラ、ワンパンしまーす。これでワンパンする俺は。無理です。無理です。無理かな？無理かな？無理なのかな？いや、ただ、これ相手、あれなんですよね。
デッキにこれザック来るか来ない、やっべえなこれ。ただここはポーズ打てるでしょ。やだやだやだ、打たないで打たないで、怖い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 。よし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 、オッケーオッケー、耐えて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 、いいぞいいぞ、ライキジョーンズライキジョーンズいいぞ、よさめのライキジョーンズ。よいしょ、33秒、オッケー、やばい、やだー、あー、なんで俺はこんなデッキで行ってしまったんだ、ちょっと待ってくれ、あーダメだ、ちょっと、いやこれね、ごめんなさい、俺のデッキセンスが悪かったです、完全にやってしまった。いやただね、高め三重視で来る感じめちゃくちゃうまかったな、めちゃくちゃうまいっすね、やっぱりめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃうまいっすね。あのね、高め三重視がねめんどくさいんですよ。それでタルババとバルキリーを両サイドに割くじゃないですか。そうすると真ん中に出されたマジェチャがねすごいきついんですよ。ここにインダルとか出そうもんなら三重視バシーンって両サイドから打たれるし、なかなかきつかった。ただカウンターのスケラも入るはずなので遅延スケラで行くか、ただここで相手が多分遅延スケラで行くのは見えると思うんですよね。そう、遅延スケラで行くのはちょっと見え見えなので、いやここは相手のスパーキーとかも全然ありだな、全然あり。正直レイジとか入れたいところではあるが、スパーキーは全然あり。なんならこれディガーとか入れてもいいな。ミニペの枠、いや、でもディガー微妙かな。いや、でも陸域豊富だから、スパーキーでいいな。いや、俺を信じろ、俺を信じろ。メンタル、メンタル、メンタル、メンタル。メンタル、メンタル。オッケー。センキュー、センキュー。メンタルいきます。頼むぞ！いや、多分、シロさんは遅延スキャラで来ると予想するはずなんですよね。ここで三重視来たらやべえ。男ですね、もう。男。おめでとうございますってもう拍手するしかない俺は。やばいですね。とりあえず動かないってことは俺も止まったろうかな。止まったろうか。おお、マジか。これでも5打ちます。いや、ワンチャンスキラの5、トルネ5とかでもよかったですね、正直。でも。テンプレにこだわる必要はない。来ないな。マジか。ダックプリ、難しいな。スパキニングですね。スパキニング出したが、ここは相手があれなんですよね。はい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 。これは片方にね、多分ザップくるんで組みます。でこっちはミニペ、ミニペで抑える。で相手はこうカウンターもめちゃくちゃ守りにくいんですよ。はい。なので、何があったかな。あ、ちょっと待った、やばい、頼む、ガーもったいねー、ここでザップ。でもいい、いい、全然いい、全然いい。ここは、ダックプリを使うと、あれなんですよね。なんだっけ、出てこない。ダックプリを使うと、ロイホグがぶっ刺さっちゃうんで、ここで、シロさんは、ロイホグを、出して、その出してきたダックプリに対して交わっちゃっていうのもワンチャンある。やばい、ちまった。お、めっちゃいい。めっちゃ良かった。オッケー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 、ここで落ち着いた。落ち着いた。ここで落ち着いたぞ。ここで落ち着いたゾーンズ。とりあえずここで、30時来るでしょ？多分来るんで。これスパーキー出して、三重視にファイブザップぶっかまして、お、でこれミニペつけられるのが多分めちゃくちゃきついんですね。オッケーオッケー、これ多分三重視、いや待て待て、ここでファイブ打つのは危険。オッケーオッケー、この相手がエリクサがなくなった状態、ここ、今今ファイブを打つ、よし来た、
グッドゲーム。ありがとうございます。いやー、マジで、よかった。本当に、本当によかったですね。いや、マジでうまかったな。いや、正直聞いてください。多分なんですけど、ここも、相性ね、いいんですよ、多分。普通に、6-4 ぐらいで相性いいんですけど、俺が圧倒的に押されたんですよね、このスキラで。グッドゲームですと。そうで、ここもね、多分ね、あれなんですよ、相性はいい。てか、そもそもテンプレがナイトでバルキーになってるんで、他のロイホグや三重種受けやすくなってるはずなんですけど、なかなかね、やっぱうまかったですね、本当に。本当ね、隙がなかったですね。で、ここはちょっと押されてしまったんですけど、まあ、遅延スキャラと、まあそうですね。そう、スパーキーで、ここら辺の俺、ワンチャン違うデッキで来ると思ったんですよね。そう。なんですけど、3連と多分、いや、でも俺のためにしてくれたのかわかんないんですけど。いや、これはね、ちょっと、まあ、目立ってしまったんですけど。まあ、BO3 ということでね。まあ、こんな感じで、やっていきたいと思うので、Twitter で、ガチ BO3 ね、募集したんですけど、何人かからね、リップがもらえたので、それでね、シロさんからもらえて、こうやってね、BO3 やらせてもらったんですけどね。あとね、もっと、なんだろう、他にもね、リップもらえたんで、バンバンね、BO3 の動画とかもね、上げていきたいと思うんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ってことで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。シロさん、ありがとうございます。